皆さんこんにちは、メディテラスのタッカーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の配信はアファメーションに関する Q&A と題してお送りしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。さて、このチャンネルでは瞑想やアファメーションを配信していますが、特に YouTube のコメントなどにおいては様々な質問をいただいております。ただ中にはコメントで返せる範囲とそうではない、複雑な回答などもありますので、これは他の方にも参考になるなと思うものをこちらでお答えしていきたいと思います。また瞑想に関してご質問がございましたら、 YouTube のコメント欄にご質問ください。後日配信にて回答させていただくかもしれません。さて、今日は最近いただいた3つのご質問にお答えしていきたいと思います。早速1つ目は、アファメーションは寝ながらかけておくだけで効果があるんですか、というものです。もちろんございます。寝ていても実はかすかに耳に入っています。この場合は私たちがいわゆる起きている顕在意識とか表面意識ではなく、寝ている時に活性化している潜在意識に浸透しやすい時間帯なので、ぜひ寝ている時にもかけていただけると効果はあります。これ最近聞いた話なんですけれども、ある方が突如思い立って難しい資格の勉強をして転職をしたっていうことがありました。結構な難易度の資格なんですけれども、ものすごい一生懸命勉強されて一発で通ってたんですね。それできっかけを聞いてみたら、アファメーションだったんです。どういうことかと言いますと、寝ている時にもこうしたアファメーションをかけ流していたり、寝る前にもしっかりと自分の方向性を定めて寝るっていう習慣を作っていたそうです。そしたらある時夢を見られて、自分がその職業に就いてるようなありありとした夢を見たそうなんです。それでその方はある日を境に起きたら、あ、自分はこのなりたかった職業のこの人なんだという感覚が、その自分でいる感覚がしてきて、その日を境に急激に行動が変わったそうです。結構なんか人って目標を持ってこうしようと思っていても、本当にできると思えないとなかなか行動につながらなかったりしますよね。それがアファメーションとか、あと寝ている間に潜在意識が書き換えられて、自分はそれなんだって思ってしまったようで、そこから人生変わったって言ってました。もちろん収入も独立してこう自営でやり始めたので10倍ぐらいになったそうです。まさに自己認識が変わった瞬間ですね。結局このアファメーションって夢を実現している人みんなやってると思うんです。それは小さい頃から野球選手になるっていうのが夢で作文で書いたり、本当にトップ選手になったりとか、要はアファメーションしてるんですよね。形とかやり方にこだわらなくても結構ですので、自分の自己認識とかセルフイメージを、私はそれなんだっていうところまで書き換えていくこと、そうすると現実がまさに変わっていきます。ただ眠りながらの場合には、大きい音ですと眠りが浅くなってしまう可能性もあるので、小さくかけた方がいいかなと思います。このチャンネルの眠りながら聞けるアファメーションは、だんだん音が小さくなっていって、最初と最後で半分以下ぐらいになってますので、最初に小さめにかけておいたらだんだん気にならないぐらいの音量になってきます。それでも効果があるのかというところなんですが、これはあると思って、そのぐらい長さのものを出しております。というのは、眠っている場所、あなたが存在している場所、空間、その空間をポジティブで肯定的な言霊で浄化するっていう役割も込めてるんですね。
よく自己肯定感を高めるためには、自分が自信が持てるような環境に身を置くことが大事だと言われています。環境ってとても大事なんですね。人からネガティブな言葉をかけられやすい環境かそうでないのではだいぶ変わってきます。それと同じように常にポジティブな言霊で空間を満たしていくってのもとても大事だと思っています。以上一つ目のご質問でございました。次に二つ目、アファメーションはいつ行うのが効果があるんですか？という質問です。これはですね、いくつかあります。まず朝ですね。朝は一日のスタートがどういうスタートを切るかで一日変わってきます。その日の方向性が決まってくるんですね。なので朝どういう気持ちで過ごすかによってその日引き寄せるものが全く変わってくると思います。それで何より朝気分が悪いと自分が嫌になりますよね。ああ目標嫌だなっていう日々が続くのか、それとも朝ポジティブな言葉を聞くのを習慣にすると気持ちがやはり変わってきますよね。この朝の中でもものすごい寝起きっていうのも効果があります。寝起きでまだ夢を覚えていられるかどうかぐらいの時に自分の目標とか願望とかを委ねるような気持ちでアファメーションを行っていくと、やはりその日そのつもりで過ごすことができます。一つ目は朝です。次に何かイベントの前とかにもいいと思います。このチャンネルのアファメーションすべてポジティブな内容です。どれを聞いても気持ちを上げる方向、また安心できる内容を配信しています。というのも世の中そういう自分に対してとか夢とか理想とかこうそれをですね壊してしまうようなそういう言葉とか多いと思うんですよ。なので努力してポジティブさを取り入れていかないとなかなか自信を保つのが難しくなってしまいますので、大事なイベントの前とか仕事の前とかこれをやろうって思った時の前にお聞きいただくのも最適だと思います。よく何かイベントの前で手のひらに人と書いて飲み込んだり、あと大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせたりすることもあると思いますが、それの本当に深い版がこのアファメーションです。結構大丈夫大丈夫と思っていざ臨んでも緊張してしまって頭が真っ白になってで失敗してしまったとかもあります。でもそれをもっとこう深い大丈夫な自分と一体になって行うと違います。そうしたイベントの前にはよし大丈夫私はできると思ってそれに取り組んでいけるようになる、それもアファメーションの効果であります。そしてもう一つは夜寝る前ですね。肯定的なイメージを持って寝るのが潜在意識を書き換えるコツでもあります。先ほどそれを実践して習慣化していった方が人生変わったっていう話もしましたけれども、寝る前になりたい自己イメージを決めて委ねて寝るっていうこと、たったこれだけで変わります。なぜなら引き寄せの法則が働くからです。あなたがいつも考えていることはそれが引き寄せられてきます。あなたの発しているこの思い考え思考、これがいろんなものを引きつけてきてるんですね。その元の力が潜在意識と言われる世界にあります。あなたが本当に感じていることが現実になります。それを良いイメージの方向に変えるのがこの寝る前のアファメーションです。以上2つ目のご質問でした。3つ目のご質問はアファメーションの想像イメージングの仕方のことだと思うんですが、それについて教えてくださいということです。これはですねアファメーションというとイメージというよりも実感するって言った方が
近いかもしれません。アファメーションは言葉が中心で、自分に対して真相を自己説得することって言われています。真相っていうのは深い層の自己、自分を説得するってことです。なぜこれが必要かというと、この表面で考えていることと深い潜在意識で考えている自分ってかなり違うことがあるからです。例えば私はこうなります、こうしますと言っても、潜在意識の、まあ、自分ではかったるいなとかよくありますよね。そんなこと言ってもちょっと無理なんじゃないかなとか、かなり開きはあると思うんです。最初はそうです。ですがそれを一致させていくのがこのアファメーションなんですね。なのでイメージングも大変重要なんですけれども、説得なので言葉で自分に深く言い聞かせるということを考えると、やはり実感するっていう方がいいんじゃないかなと思います。その言葉を聞いてそれを実感すると、あ、本当そうなんだって思う、その積み重ねが自分を変えていく。反対にイメージングの方はどちらかというと瞑想の方になってきます。アファメーションですとだいたい10秒とか15秒おきに言葉が来るようにしていますので、そしてそれを繰り返し説得していく、そのような作りになっています。イメージだともう少しじっくりと、まあ、言葉の数を例えば減らして一つ一つをありありと描いていく感じになります。なのでイメージングですと、まあ、どちらかというと誘導瞑想に近いのかなと思います。ついでにこの瞑想中にイメージをする、まあ、方法やり方としては、目をつむって例えば目の前に自分がいるところを想像してみる。自分が座ってますが目の前にも自分がいると、そのイメージはできると思うんです。その自分がイメージ通り願望通りの行動をしていて、どのように振る舞ってどのような感情を抱いている自分がそこに映るのか、映画の絵コンテを描いてそれが一人でに動き出していくようなイメージ、これをするとどんどんと心のイメージの解像度が上がっていきます。ありありとなっていきます。この辺が想像の仕方というところになるかと思います。最後にですね、アファメーションはやはり自分や自分が理想の自分になることを肯定することそのものでありますので、まずこのイメージングのように思い描かないものはやはり実現しない、そう思っていいと思うんです。さらにはそれを言葉にして自分を説得すること、これがアファメーションです。そこから普段の感じ方が変わったり、態度や振る舞い、言葉が変わって生き方が変わっていきます。その変化は無理して頑張って努力感があってというよりも自然に変わっていくような感じになります。それは理想とする自分に意識を集中している状態だからです。理想ではない自分への集中ではなく、自然に理想の自分になることが心地よくて、そういることがまあ心地よくて、それが当たり前のように感じられるようになっている状態、それを作っていくのがアファメーションになるかと思います。ぜひこのチャンネルのアファメーションの中からお気に入りを見つけたり、時期に合わせてご自身に合うものをぜひ一定期間続けていただきたいと思っております。そうすると何らかの変化が訪れてくると思います。ぜひ小さな変化でも結構ですので、コメントにシェアしていただけたらありがたく思います。ちなみにコメントは全部見てなるべく返信しておりますので、できる限り続けさせていただきます。以上、今日はアファメーションに関するご質問に回答させていただきました。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。